さあ、ベボで今日も遊んでいこうと思うんだけど、今日はね、この敬遠と併殺を使ったダブルプレイ取りまくろうぜ作戦ちょっとやっていこうと思います。うまくいくかわかんないけどね。この併殺のカードは文字通りダブルプレイ取れるんだけど、ただその条件があって、ランナーが一塁にいないとこのカード使えないんだよね。だから二塁とか三塁にいたら腐ってしまうっていう。そこで、この敬遠を使うと。打者を出塁させて、その後にこの併殺のカードを使ってダブルプレー取りまくるっていう。そういうことだね。よし、やっていこう。まあ、一回でもうまくいけばいいかなっていう。もう勝ち負け気にしない、今回は。今回はね、もう勝ち負け気にしないから。この作戦が一回でも成功したら、もうそこで OK。そこで俺の勝ち。あ、俺からか。まあ、軽くスイングで様子見しましょう。いきなりカーブ？いきなりカーブ？そう。これでもいいか。三塁打でもいいか。今7ぐらいか。向こう7ぐらいだな。様子見でいいかな。あ、向こうも様子見か。なんか1個発色取りとかやってほしいな。なんかやってほしいな。決定ボールか。悪くない。4で7か。7ぐらい。7ぐらい。ちょっと waiting for you。10か。ここら辺でカーブ投げてくるかな。カーブ投げがち？勝負師持ってんだ。どこでカーブ使うかだな、これ問題は。ちょっと待っちゃうね。ちょっともう一回様子見させて。わかんねえな。あら、え？ここで直球もう一回。うっそん。ん？何を狙ってるんだ、彼は。彼は一体何を狙っているんだ。あ、ここでか。ここでカーブか。な、ここでカーブだね。じゃあ、死にます、こっちは。え？しかもホームランだし、まぐれで。なんでカーブ使わないの？ん？ちょっと3点取ったからもういいわ。こっち貯めます。パワー。パワー貯めがち。発色取り。もっと早く使ってもよかったと思うんだけどな。じゃあ、こっからです。まず、これは敬遠するか、最初いきなり いきなり敬遠するでしょ？で、次ダブルプレイ。あ、来た。これやってみっか。ね。これでダブルプレイ取ります。イエーイ。次また敬遠してみっか もうダブルプレイ絶対取んなくていいと思うんだけど。ホームランこれやばいかな。ここへ来てホームランっていう可能性も出てきたんだけど。あ、三塁打か。よかった。今発色通りじゃなかったら死んでた。こういう時はもう一回発色、あ、でもカーブでもいいか。一回カーブ挟んで発色でもいいな。ねえ。カーブ挟み発色。カーブ挟みダブルプレイ。あ、これまずいかな。あ、よかった。いや、うまくいった。いや、ウィー。ウィー。さあ、2戦目。お、台湾か。まあでもさっきのはちょっとなんかあれだな。相手が俺に合わせてくれた感じもするしな。こういう動画撮りたいんでしょって。多分、組んでくれた気がする。俺の気持ちを。え、開幕カーブって流行ってんの？開幕カーブって流行ってんの？え、これ何なのこれ？開幕カーブ流行ってんの？俺には全くわからない。流行ってんのか？で、4でしょ？盗塁してもいいかな、これ。いや、ちょっと一回スイングします。流行ってるの？このカーブって今。この新時代。流行ってんの？これ。何なの？これ。俺全くわからないんだけど。
あなたの考えていることが分からない。何を狙ってるんだこれ。分からねえ。溜めてきた。7ぐらいだっけ、7ぐらいなのか。まあ、スイングしてちょっと様子見ましょう。溜めてきた。今度は溜めてきた。10あるな。8色そろそろ打ってくるか。8色打つか。カーブボール？すごいな。何？脳幹からカーブ。流行ってんの？脳幹からカーブ。打っちゃうよ、これ。あ、8色ダブリ。8色ダブリ後なら、もう一回カーブ打ってくんのかな、これ。ちょっと、スイングでちょっと様子見ます。ここ死んでもいい。あー、決定ボールなんだ。え、カーブの使い方のタイミングは、あれかな？わざとああいう風にしてんのかな？次、今カーブ打つ、やってくんのかな？あ、違った。とりあえずカーブちょっと投げまくる人だから、カーブ見て、ホームラン打ちます。あ、来た、見た。見えた。じゃあ、ホームラン打ちます。予告ホームラン。俺は今からホームランを打つ。グワゴロガギーン。4点。じゃあ、もう4点取ったから、あとはゲージ貯めます。ゲージ貯めます。次の回のこと考えてゲージ貯めます。お、8色使った。8色使ったと。今7ぐらいだっけ？ちょっと試しにこれ使ってみっか。ヒットヒットヒット。あ、ストライクか。ちょっと決ま、ちょっとマグレ使う？ちょっとやります。少しヒット打ちます。ここら辺で、なんか使ってよ。大きいカード。よし。キルイ。なお、キルイの模様。ちょっとね、ちょっとまぐれします。ちょっとまぐれ。ちょいまぐ、うまくいくな、おい。で、盗塁して。あ、盗塁とかできないか。まあ、スイングかな。あ、終わった。勝負師か。はい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 。というところで、まずこれですね。なんか頭おかしいよね。これ普通のゲームだったら頭おかしいよね。開幕誰もいないのに敬遠するっていう。血迷ったかお前って言われるわ。あ、盗塁。あ、そっか、盗塁か。そっか、盗塁か。やっちゃった。やっちゃった。ちょっと。バカやっちゃった。今、そっか、盗塁持ってんのか、この人。でも盗塁使ったんならもう、これ使います。これもダブルプレイの可能性あるからね、普通に。あるからね、ほら。よし。疑似ダブルプレイ。まあ、普通のダブルプレイなんだけど。疑似でも何でもないんだけど。そっか、じゃあこれさ、敬遠させた後、盗塁してくるよね、これ多分、この人。っていうのが分かりました。ね。帰塁した。帰塁した後、We are the champion. We are the champion. よし、来た。うまくいってる。この作戦うまくいってる。でも、盗塁で塞がれる。俺のこの作戦、ダメだ。さあ、最後3戦目。最後3戦目は韓国の人だね。俺が打撃の方か。なんか最後、これ流行ってんのこれ。ねえ。なんなのこれ。そっか、最初の6点で2塁打打ってくるっていうのを読んでるのか。ちょっとマグロ打ちますか。ね。で、7点持ってるから、次決定ボール、いや、もう一回様子見すんのかな。ちょっとわからない。初手カーブって流行ってんだね。知らんかったわ。じゃあ、次カーブ打ってくんのかな、これ。ああ、カーブなんだ。ええー。でも、俺にそれ通用しないわ。俺、初手様子見る人だから。初手様子見る王だから。流
行ってんだ今。流行とかもあるだろうね、まあこういうゲームなら。貯めてたな。8色どれぐらい打ってくんのかな、これ。勝負師か。なるほど、勝負師。今9点ぐらいか。貯めてくんのかな。もう1点欲しいよな、さすがに。これ8色打つかな。8色とかカーブ見えたら、ちょっと、なんかしたいんだけどな。お、これは貯めてる。何を求めてるんだ、これ。8色。カーブか。カーブ。次8色なんじゃないのかな。決定ボールか。でも1点入った。よし。3点は結構いいんじゃない？ 4 点取ったらほぼ勝ちって俺はもう言ってるんだけど。提唱するんだけど。なんかあれは、そうか、次の回のために貯めてんのかな。そんな余裕あるか、でも。勝負し。ここも1回ぐらいちょっと打ちたい気持ちあるな。直球しまくってる。次の回はあれな、ホームラン狙ってるな、これ。次の回ホームラン狙ってるな。まあ、これは様子見よう。カーブ来た。カーブだ。ってことは次、ホームランが打てる？絶対にホームランが打ってます。しゃ、5点。何？なんかびっくりマークが出た。なんか今テキスト出たよな。なんか早くて読めなかった。向こうのちょっとあれな。様子、決定ボールか。で、このびっくりマーク何なの今の。もうし、このイニング終わらせることできるよみたいな感じのやつか。5点以上取るんじゃねえってことか。敬遠して、後、これどうかな？ホームランとか打ってくんのかな？これ。ウェイティングだ。この敬遠からの 併殺 結構うまくいくな。ホームラン打たれてもいいよね。5点もあんだもん。全然問題ないわ。むしろ敬遠しちゃう？これ、ノリで。ノリで敬遠しちゃう？これ。コンタクト。次が、でもな、三塁打とか打たれたら終わるからこうするか。超普通の8色台。イエーイ。今日何事もなく勝つな。